おはようございます。私はですね、パナソニックシステムの国鶴と申します。今日も一日よろしくお願いします。今日は見事晴れました。あとですね、なんと70名、過去最大というのがですね、70名参加していただきました。じゃあこれも拍手でよろしくお願いします。はい、ちょっと今日はですね、実は中央プラネット20周年ということで、2部構成になってます。一部はこれこのはずで、二部はですね、ちょっとパナソニックのビルがそこにございまして、でそこで皆さんで、ね、和菓子を作っていただいて、その後ですね、浜離宮を望みながら、お弁当を食べていただこうと。今年度実は浜離宮ができてからちょうど360周年ということで、今日小さいお子さんいらっしゃるけれども、自分の年の何倍かなっていう感じです。何がいるのかなっていうのが、そういうちょっと言いにくいかもしれませんけど、特にいるのは雲と煙が多いのかなと例年見てみますと。で、まあ毛虫ももちろんいますね。このヤニサシガメというのがあります。で、この毛虫は、毛虫っていうかね、これはそういう毛虫を食べてもらういいやつなんですね。で、これが結構多いです。ですからこれはもし中にいたら逃がしてあげてください。とりあえず、まあで皆さんちょっと弾みがね、こっちの木まあね、もちろん切れる中があれなんですけど、まあ、ちょこを切っていただけばすぐ取れます。で、まあ切っていただくとこういう風な形で取れます。はい、そうすると今こちらを開けてもらうと、あ、ここにいましたね、ほら、ちょうどこれはいいやつですね。今一回開けますね。ここにいますね。あ、ほら、ここにもいます。うわ、よいしょ。これですね。いるかな。よく見て、よく見て。ベジゲジから来てね。何それ。なんとか具足にしないです。ここって普段入っているんですかね。って思った。向こうの方がちょっと寒いのかな。だから冬眠したくなるんですか。そうか。こっちはもうお出かけしちゃった後ってこと。そうなのかもしれないですね。確かにそうかも。ご案内申し上げます。意外といたね。結構いますね。かなと思います。で、最後にですね、あまりきる方に大変お世話になりましたので、恒例の拍手でよろしくお願いします。はい、では。